アブシンベル神殿の一雲系ヌビア博物館、またはヌビア国際博物館は、エジプトのアソアンにある5万平方メートルの区域に位置し、そのうち7000平方メートルの建物を除いた残りは、博物館の庭となるように設計されている。建物は展示と縮小目的とした3階建てであり、他に図書室と案内所がある。博物館の大部分はヌビアの文化及び、 文明の発展の段階を反映する歴史的な作品で占められている。3000点もの様々な年代を象徴する古代の遺物の断片があり、地質学、ファラオ、古代ローマ、コプト、イスラームに関するものが登録されている。屋外の展示物は歴史的に貴重な90点を含んでいるとともに、屋内ホールには、 戦死時代まで遡る非常に貴重な50点を含んでおり、503点はファラオの時代に属し、コプトの年代の52点、イスラムの時代の103点、ヌビアの時代の140点、加えて360点はアスワンの特質を持つものである。博物館は概算として7500万エジプトポンドの建設費をかけて完成し、 1997年11月23日に開館した。博物館はエチオピアやスーダンより橋を発して、エジプトに至るナイル川にふさわしい最大規模の設計を創生することが可能な険しい崖の辞書に建てられ、エジプトで最も高級で名高い環境を生活を有する自然の植物園に囲まれている。ありがとうございます。